毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はバズベイトを仕上げてみたいと思います。それではヒロボー仕上げます。それでは大きい方の羽を作ってみたいと思います。ホームセンターで売っているアルミの1ミリ厚を使いたいと思います。マスキングテープでマスキングしておきます。マスキング両面できました。これで傷が少しつきにくくなると思います。マーキングするのにマーキングシートをカットしました。そしてマーキングも終わりました。田中さんのラスカットでカットしていきます。左手は革の手袋をしてた方がいいと思います。それではチョキチョキっとな、チョキッとチョキッと、よいしょカットできたので、100番ぐらいでバリを取っていきます。こういった角などはミニルーターの先にダイヤモンドビットをつけて削っていきます。こういう感じで削れました。次にこの穴の位置をマーキングしたいと思います。よいしょ、マーキングが終わりました。位置ずれ防止のために打っておきます。ドライバードリルの先に 1.8 ミリぐらいをつけて、こことここの穴を開けます。2つ穴が開きました。ドライバードリルの先に3ミリに突き替えて開けます。次に少しだけ溝を掘っているので、その溝に合わせて叩いてへっこましていきます。そしてラジオペンチなどでもぐいぐい曲げていきます。それではこことここをポキッと90度に折ります。よいしょ、それどこでしょう。そしてそれどこでしょう。一度通してみます。よいしょ、通って、あ、回りますね。そしてだいたい90度ぐらいのところでポキッと折っておきます。よいしょ、よいしょ。グッ
感じで大きいサイズと小さいサイズができました。やったね。これぐらいの違いです。次にこの辺で曲げてみたいと思います。曲げるのにケイバさんのワイヤーループプライヤーを使います。多分この辺でぐにゅっと、よいしょ。ちょっと大きくなったので大きい羽用にしようと思います。ずる、こういう感じで一回り大きい感じで曲がりました。この角を先にラバージグタイングスレッドで巻いておきたいと思います。こういう感じで巻けたのでサラサラのアロンアルファで留めておきます。よいしょ。乾かします。アロンアルファも乾いたのでルアーメイキングパーツさんのホロービーズ4ミリ1つ入れます。よいしょ、1つ入りました。マスキングテープを外します。マスキングテープが取れたのでよいしょ入れます。よいしょ入りました。こういった電気の線を閉じるパイプを入れます。入りました。そしてポキッと折ります。よいしょ、よいしょ。そしてちょっと長いのでニッパーなどでカットします。ちょっと短くカットしました。それでは回るかどうか。うう、回ってくれた。いいやったね。次にシリコンラバーを巻きます。ペラが大きい方はシリコンカスタムスカートタイラバの自作カスタムにという UV イエローグリーンで巻いてみたいと思います。ちっちゃい方はタイラバのブラックで巻いてみたいと思います。こういう感じでペラ大きい方は黄色っぽいの、そしてペラちっちゃいのは黒でできました。それでは次はスイミングテストを行いたいと思います。果たして水の中でペラがちゃんと回ってくれるんでしょうか。楽しみです。ご視聴お気に入り。